どうも赤食いです、今回は、シルバーシャークってやつです。まあ、見ての通りですね、サメでは名前のシャークって入ってるんですけど、サメではないですよ。まあ、鯉とかですね、そういうやつの仲間。ヒゲ見えますかね、ちょっと生えてますよね。でね、これまあ、おとなしい、まあ、おとなしい方のシャークってね、何種類かついてる名前のやつあるんですよ。あれとはまた別の種類になりますね。レインボーシャークとかですね、そういう、ああいうのは全然これと全然別物なんで、勘違いされてる方もいますのでね、注意してください。こちら最大がですね、びっくりすることで30センチぐらいなります。まあ、成長は最初はちょっと早いんですけど、後から少しずつゆっくり成長していきます。で、大きくなったらどうすればいいんだってなるんですけども、で結構30センチぐらいになったらですね、肉食の魚、そう、襲われないような魚と一緒にする方もいますね。なんでね、ある程度大きくなるんで、ちっちゃい水槽はおすすめできません。最低でも60センチ以上ある方が買うといいかもしれないですね。餌は何でも食べますので、こんな感じです。まあね、どうしてもね、このヒレがね、かっこいいんで人気がすごくあって買いたい人多いんですよね。まあ、大きくなったらまあ、その時考えるって人もいます。まあ、うちでも引き取り、魚の引き取りはやってますので、その辺をご相談乗ります。よかったらですね、ご検討をよろしくお願いいたします。チャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。